ス、イタリア、まあ、去年ジャカルタとか珍しいところだったら国別対抗戦でイスラエルに行ったりだとか、半分以上が海外ですね。This is who I am.金っていうのは絶対。障害を持って生まれてきましたけど、もう本当に特別扱いはしないで、お姉ちゃんと一緒のようにもう育てていこうっていうふうにしました。姉が中学校の部活動で軟式テニス部に入部したことがきっかけで、テニスっていうかけ離れたものが車椅子に乗ることによって少しちょっと近くなったっていうのが、まあ嬉しかった。国枝選手が金メダルを取った瞬間っていうのを見させてもらって、単純に羨ましいなというか、いいなあそこに入れるのってっていう風に。の本当最終盤のところは諦めてはないんですけど、考え方がすごい消極的だったなっていうのは覚えていて、それがやっぱり自分の中で一つ足りなかったところなのかなっていうふうに。まあ、申し訳なかったっていう気持ち半分でしたけど、最終的な目的を達成させてあげれなかったので、嬉しいっていう気持ちは全然なかったですね。ただホッとしたっていう、せめてメダルは取れたっていう感じですね。本当に後悔してほしくないですよね。まあ負けてもいいと思うんですよね、その東京までは。それが一番いい結果になればな。ロンドンの時は結果は出なかったけど、自分が満足のいったプレーができた。リオの時は納得はいってないけど、メダルは取れた。3度目なので、その両方納得のいくプレーをして金メダルを取る。